この動画は、1年前の津田沼トレッキングの映像になります。早起きしないと見れない紅葉があります。車中泊した道の駅奥入瀬、奥入瀬ロマンパークから早朝出発します。秋の津田沼は朝焼けに照らされ、赤く染まる木々の絶景を撮影したいのです。目的地は津田沼、青森県十和田市。道の駅からは約26分、約 19.2 キロ。津田温泉の隣にあるビジターセンターの駐車場に停めます。午前6時頃ですが、すでに満車気味な感じ。これで朝焼けに照らされる津田沼を撮影できるのか？2020年の紅葉最盛期の10月22日から10月27日は要注意。環境性ヤシで作る協議会は午前7時半までの駐車車両を35台、1台あたり最大5人に制限します。さらに4000円の協力金を徴収します。河北新報オンラインニュース参照。なんとか止めれましたー。駐車場の奥は津田温泉の敷地ですので立ち入り禁止です。平安時代から続く千年の秘湯、津田温泉はいつの日か紹介いたします。津田温泉ビジターセンターの横を通って、津田沼までは道なりです。今回は津田沼、プラス5つの沼を制覇するぞー。コースから遠くの赤沼は次回にトレッキング予定。津田沼までの整備された遊歩道は歩きやすい。ビジターセンター駐車場から津田沼まで徒歩約11分。どうだ？朝焼けに照らされてるか？混雑しすぎ。到着。遅かったのか？真っ赤に染まる津田沼は、ああ、太陽が、いない、いないぞー。なんとか、最前列に行って、そこから撮影したいのですが。横方面から撮影する方々も、大勢いますねこの動画は、ほとんどが GoPro Hero 7での撮影です。この後、ソニーでの 4K 動画も混ざっています。朝焼けはないとのこと。ならば、津田沼の紅葉を楽しみましょう。最前列ゲットしましたー。 The autumn leaves are beautiful.ソニア
アクションカムの FDR-X3000 の 4K 撮影です。GoPro との違い、わかりますか？ナイスミドルな、紳士に尋ねたところ、この日は、ツタ沼は、真っ赤に染まらなかったそうです。そう簡単には、真っ赤に染まりませんよーって、言われました。それから最前列の場所取りは、遅くても朝5時前に、ここに来ないと、ダメだそうです。真っ赤に染まらなくても、ツタ沼は、絶景です。遠路はるばる来た甲斐がありました。次は、少しですが GoPro Hero 7の 4K バージョンです。いかがですか？昨年のツタ沼の様子でした。早起きをして、来た甲斐がありましたー。この後は、素晴らしい紅葉を求めて、ツタ沼の先に行ってみます。行った甲斐がありましたよー。トレッキングマップを、環境省のホームページより引用しました。ツタ沼に匹敵する沼があるかもしれませんよー。結構歩きますので、頑張って、ついてきてくださいね。ツタヤ町の森は、ブナの原生林の宝庫ですねー。この時は、温泉仲間の女友達と二人でトレッキング。あと、300メートルで、鏡沼だー。
これから出会う5つの沼にワクワクしてますよー。足元気をつけろ。隊長、了解しましたさあ、今度は、長沼まで500メートルですな。と、その前に、この辺は、蔦谷町の森なんですねー。どこだー、野鳥ー。向こうに見えてるのが、長沼か？ Is that Naganuma? おー、びっくりしたー。立派なカメラで撮ってるところが、気になる。あれだなー。ならば、今のうちに、あそこに行くぞー。きっと、長沼、どうやって行けるか？まずは、先に、進もう。The autumn leaves are beautiful.長沼、いい感じじゃないかー。 The autumn leaves are beautiful.
ぬかるんでたので前に行けなかったけど、長沼、よかったなぁ。よし、先を急ごう。ずいぶん来たのか？ゴールの津田温泉まで、あと、1キロ。森のカエルと遊んでる場合ではないぞな。え？トイレに行きたいって。トイレは駐車場まで行かないとないんじゃないかなー。紅葉の美しさに集中してれば。菅沼、最高じゃないですかThe autumn leaves are beautiful. The best autumn leaves. ムクンの杉沼は驚くほど神秘的だ。水面が水鏡になって紅葉に染まった木々を美しく映し出す、これは絵画だ。これは、津田沼より美しいかもしれない。あくまで、好みですが。
スとは、氷炭沼。氷炭沼が、今回の、紅葉散策の、最後です。アルーヒー、森のお腹ー、クマさんにー、出会ったー。このマップに載ってる沼はすべて制覇したぞー。撮影しながら約1時間半ほどで回ってきましたー。大全旅館が見えてます。無事帰ってきました。収入関するお知らせがありました。